こんにちは。今日はスイスのジュネーブに出張に来てるんですが、クリスマスももう1ヶ月先ということで、お土産も兼ねてクリスマスプレゼントをスイスで家族だったり友達だったり恋人に選びたいなと思ってます。で、なのでそのクリスマスショッピングで購入したものを紹介していきたいと思います。出張で来てるので仕事の合間とか、あと週末も使っていろいろクリスマスのオーナメントだったり、あとプレゼントを買っていきたいなと思ってるんですけど、今日もちょっとジュネーブの都市を仕事終わった後チラ見するだけだったんですが、ちょっとだけ買ってしまいました。まずそれを紹介します。今日はまず、ジュネーブの中のマナーとグリーダー、ボンジュニーグリーダー、ちょっとフレンチな発音なので正しく発音できてるかちょっとわかんないんですけど、現地のスイスのジュネーブの中のデパート行って、百貨店とあと大通りの店の方にちょっと行ってきました。で、グリーダーではジュネーブ発の香り、なんて香水屋さんみたいな感じのところだと思うんですけど、そこが出してるキャンドルで、このグリーダーっていう百貨店が多分結構老舗のところで、130年の、コラボとかをやっていた、そのパフィルの会社で、なんて発音するのかわからないんですけど、なんて発音するのかわかんないんですけど、そこの、キャンドルのマロンの香りのものを、まあ、一つ一つ嗅いでいって、まあ、結構ちょっと甘い香りなんですけど、すごくいい香りだったので、キャンドルで購入しました。で、あと、まあ、スイスって言えば、まあ、チョコレートが有名、代表的なので言うとリンツとかだと思うんですけど、まあ、せっかくなので日本に出てきてないものをと思ってちょっといろいろ探してみて、あったのがビッシェで、これは大通りの中のどっかデパートに入ってたわけじゃなくて、大通りからちょっと奥の路地に入ったところにお店があって、でそこで配ってたアーモンドの粒がとっても、もちろんチョコレートがかかってたんですけど、それがとっても美味しくて、しかも箱も可愛らしかったのでちょっと買ってしまいました。あとマロングラッセもすっごく美味しそうだったのでちょっと買ってしまいました。こんな感じでクリスマスのショッピングをこれからしていく、これを紹介していきたいなと思ってます。日本でも高島屋だったり伊勢丹の上のフロアでクリスマスのオーナメントなどを売っているフロアはあると思うんですが、ジェノバの百貨店は圧倒的に力の入れ方が違っていて、ツリー用の様々なオーナメントはもちろん、結構大きめのツリーや置物までクリスマスを彩るあらゆるものがまとまって売られていました。また個人的に大好きなコスメだったりお菓子のアドベントカレンダーもたくさん種類があって、気になるものは全部買い回りました。他のフロアもクリスマス一色で、普段はおもちゃ売り場であろうフロアも全部人形だったり、おもちゃだけではなくラッピング用紙やプレゼント用の箱でいっぱいでした。百貨店は今回3つぐらい回ったんですが、どこも可愛らしいものがたくさんあって、思わずたくさん買い物をしてしまいました。ツリー用のオーナメントはその一つです。あとアドベントカレンダーも思う存分に買ってしまいました。クリスマスはもう大好きな時期なので、12月に入る前からもうワクワクしてるんですけど、毎日クリスマスの飾りとかを見るだけでもワクワクします。クリスマスのショッピングをしてると、まあ、大事な人、家族だったり友達だったり、あと恋人にぴったりなプレゼントが見つかると自分でも喜んでくれたら嬉しいですよね。ということで、以上2021年のクリスマスプレゼントショッピングのスイスのお土産の紹介でした。